本日、私は消費税率を法律で定められた通り、現行の5%から8%に3%引き上げる決断をいたたししました引っかかる、その裏側にこだわる報道するラジオ。 こんばんは水野あ子です。 そして毎日新聞ホット兵庫編集長の平野由紀さんですこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日はいつもよりちょっと遅めの一時間十分遅れて登場させていただきましたけれども、はいね、冒頭で聞いていただきました安倍総理の火曜日のあの会見の声ですね,、えー、ですね夕方の市販庫ですねはい消費税増税をまあ改めて正式に表明するという会見でしたけれどもはっきり言ってこの報道するラジオもう引っかかります,す引っかかる その裏側にごるもう引っかかりたいところいっぱいございます <laughs>、はい、で引っかかってないのが国会ですよ、んこんな大切なことをかてない実上6月の末のところから本当の意味での実質審議って。 なくて4ヶ月ですよ、うん、国会。この立憲国家であるまじき状態ですよね。<laughs> あるまじき状態。最高の議決期間ですからね、そこが機能してないわけですから。本当に、何の議論もなされない、うん、ままですね、いろんな大切なことがどんどん進行していってるわけです。うんえー、で、そこで報道するラジオでは、国会がやらへんねうちがやりましょうということで、はい、まず先週取り上げましたのが汚染水問題です、はいで。またその後も汚染 <laughs> ついまあ、もう連日のようにいろんなことが起きております。けれども、うん、さあ、そして今日取り上げるべきはやはりこの消費税アップですねえーえー。これでほんまに大丈夫なんかという,ういろんな話をあのー、いくつもの視点がございますので、うん、今日はあの皆さんのご意見も含めてですね。はい、どんどんといろいろ話をしていきたいと思いますえー。今日皆様に伺いたいところですね。あのー、ほんまのとこ。 消費税8%になったらどないですか、家、うん、どないしはりますのそ、うん、れはもう間違いなくあの打撃を受ける家庭が大半でしょうけどもね、はい、でそれをその乗り越えられるのか乗り越えられないのかですよね。うんうん 一般的に言って、やっぱり、あのー、所得の低い人により、重い負担が来ると。うんうん、逆申請ですね。って言われてますよね。えー、そんな中で、こんな、今の世の中で、どうなんですか皆さんのお宅の事情。うん、ね、ぜひ、教えていただきたいと思います。うん、例えば、こういうふうに対抗しようと思ってるとか、うん、ここのところが立ち行かないとか、うん、それぞれの、まあ、お立場があると思うんですよ。それから、あのー、逆に、働いてらっしゃるお立場。えー、あるいはお お店やお仕事など経営してらっしゃるお立場で、うん、その業種その業種でのこの消費税アップの影響って、うん、平野さんありますよねいやもうこれね、本当に戦後大きな政治決断で、うん、まあ安倍さんはこうかなりあの迷ったようなあのポーズを演習しましたけどこれはもうかなり前から決めてたような気配なんですよね。うん、でそれをその、うん、何かこう自分の パフォーマンスで、ですねちょっと演出したような、ぎりぎりまで上げないかもしれないみたいな噂さえうわささえー、国民はだからひょっとしてあ上げないんじゃないかという期待した人も多かったと思うんですよね、その分でやっぱりやったなという、うん、なんか落胆という思いも多くの国民は抱いたでしょうけども、えー、これからどうなるのかと、非常にこう暗雲が立ち込める問題ばかりですね、こう具体的にじゃあ政策を見ていくとね。 今日は具体的に、<laughs> あの、実感としてどういうものなのか、ええ、ちゃんと分かった上で皆さん、あの、考えていただきたいと思っております。あ、早速ですね、くださいましたは、はい、パチパチソロバンさんは、はい、うち、お菓子の配送をしてるんです。ええ、お菓子を、あのー、配達なさる、配送するお仕事。はい、で、原材料の価格が上昇して、うん、グラム数が低くなってるんですね。うん、ああ、同じ値段やったら、 小さくしていくってことですか、うん、はあ。で、もう配送料も減ってます。そこへ消費税8%。うん、私ら、泣くしかありません。うん、配送料は少なくなる。給料は据え置き。うん、労働時間は増えるんです。うん、何を削って生活すればいいんですか、うん、学費も、子供たちの学費もますます増えるんですよ。 っておっしゃってます、うん、あるいはラジオネームおじいちゃんという方はですね、うん、いや私の給料減らされ続けています、うん、ここですよね、うん、給料減らされ続けてます周りでも増えたという声全く聞きませんよって、うん、消費税8%になって庶民が苦しむことになるの目に見えてますしかも法人税減税ですかです、ねうん、一体どないなってしまうんですかと、うん はあ、こんな風にくださいました。えー、皆さんはほんまのとこどう感じていらっしゃるのか、うん、あるいはもう具体的にね、うん、お仕事の現場でどうなのか、ぜひこうしたお声をお寄せになってくださいませ。えー、報道するラジオファックスこちらです。066809-90906809-9090E メールの場合は、 報道するラジオのホウです。H. O. U. アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。ホウアットマーク n B. S. 一一七九ドットコムでお待ちしております。 報道するラジオ、今日の特集テーマ、4月から消費税引き上げ、皆さん、どうします、うん、でございます。えー、今日は早速ですね、長田町、まあ、政治の世界では一体どないなってんのということで、東京報道、神崎智弘記者に聞きます。神崎さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。ます、まあ、あの、先ほど安倍さんの声をですね、皆さんにも聞いていただきましたけれども、はいはい、あの、 病の現場、どんな様子だったんでしょうそうですね。あの、会見、まあ、記者会見だったんですが、あの、最初、こういう言葉から始まったんですね。うん、あの、最初の安部さんが言った言葉が、はい、半世紀ほど前の今日、10月1日に、東海道新幹線が開業しました。その10日後、東京オリンピックが開会されましたと。うん、頑張る人は報われる。みんながそう信じていた。 時代ですっていう言葉で、あの会見始まったんですね。うん、これ、まあ、まあ思い出させるような、まあ、三丁目の遊戯的な演説ですよね。言い方上がりの時代ですわね、えー、これからずっとっていう。まあ、安倍さんの演説の、まあ、得意パターンなんですけども、うん、あの、非常にこう、あの、オリンピックの招致の時のようにですね、こう、身振り手振りをかなり大きく取りながらの演説で、はい、あの、迷った末と言ってましたが、迷いはもう感じられなかったんですよね。うん、もう相当その演説も練習したんちゃうかなと思います。 ような印象でということはやっぱり相当前から決めてたんかなという印象を抱くんですが、あの同時にその発表されたのが、まあ、いわゆる5兆円規模の経済対策というやつですね、はい、も発表されたんですで。これは正式には12月までには決めるとした上で、復興特別法人税を前倒しで廃止すると、でさらに低所得者に1人1万円を給付しますと。はい、でまた住宅ローン減税 を広げたり家を買った人へは現金を配りますみたいなことを 発表しました。で、さらに、あの、一つ注目点があるんですが、あの、法人税本体についても触れたんですね。はい、その、安倍さんの非常にこだわりが強いところで法人税というのは、その、まあ、今回の経済対策とは全然別の話なんですけども、演説の中でわざわざ触れたと。で、これは、あの、以前私もリポートさせてもらったんですが、これ財務省との駆け引きがあったと言われてるんですね。で、消費税は、あの、上げてやるぞと。その代わり、法人税を下げろよ、みたいなやり取りをどうもしていたようで、まあ、その間、 こう、妥協するような形で、真ん中である復興特別法人税をじゃあ廃止しましょうというところで折り合ったと。そういう事情があったんですね。それにわざわざ触れたということがありました。ただ、あの、やっぱり法人ばっかりかいという印象になりますよね。んで法人の方にはいろんなことをして、法人は厳しいになるばっかりかいなと。はい、えー。あの、質疑応答でもその質問が記者から出まして、やっぱりその経済対策が法人ばっかりじゃないかというのがあったんですが、安倍総理は、まあ、多くの 個人はそもそも法人で働いてるじゃないですかと。会社で働いて暮らしを立ててるのが個人ですよねと。なので企業の収益が伸びれば雇用も増えるし、 賃金も増えると、その結果、皆さんの家計も潤いますというふうな回答をしていましたそこがほんまかいなというところを、また後ほどね、ううね皆さんと考えたいとは思いますけれども、はい、だけどこれね、もちろん反対する議員だっているわけでしょそうですね、今回引き上げるというのを決めたそのものに驚きはなかったんですね、やっぱりもうみんなその前からやるだろうというふうには思ってたので、えーあのー、株価なんかにも全く影響は なかったんですね。まあ、折り込み済みだったということなんですけども、ね、ただやっぱり一部の野党は反発をしていまして、はい、例えば共産党の市委員長は、あの、まあ、国民は所得が減ってると、その国民から増税で8兆円も奪って、でそれで大企業に減税をばらまくというのは、これは道理のかけらもないと。 うん、いうふうに言っています。はい、でまた、生活の党の小沢一郎さんは、あの、政府が主張している景気回復、今回復してるって言ってますけども、これは実態は伴ってないんだと。うん、でここで消費税率を上げれば、景気は失速して、逆に税収全体が減りかねないというふうに言っています。はい、でまた、みんなの党の渡辺よしみさんは、あの、増税前にやるべきことがあるんだと。うん、それはデフレ脱却なんだと。 で、そもそも5兆円も経済対策をやるぐらいなら、そもそも増税しなきゃいいじゃないか、というふうに言ってますね。<laughs> よくわかりませんね。うん、片手で取って、もう片手で配るということですから、かはい。 というふうにそれぞれまあ批判をしてるんですけども、ただ国会では残念ながらこういう増税反対の声は大きな声にはなってないんですね。なってないなんでですかあの、ま、そもそも国会が開かれてないというのもあるんですが、あの、今、私が名前を挙げた政党、どれもやっぱり少数政党なんですよね。野党といっても、野党で一番大きい民主党はそもそも増税を決めた当事者ですし、 日本維新の会も消費税増税そのものには反対してないと。とこうなると、そもそも与党の自民党公明党とこの民主党維新の会合わせると、衆議院480議席のうちの436議席なんですよね。いうことは全体の9割を持つ。9割ですか 実は反対してるのはもう残りの1割だけの人<ー>ということになるんですね。はい、で、さらにもう一点ちょっと驚きがあったんですけども、うん、その、この、ま、さすがに消費税を増税するっていうことになれば、これまで高かった安倍さんの支持率もちょっと下がるだろうと。 いうふうに言われてたんですけども、えー、実はその、ま、火曜日に発表があって、そこから、ま、急に、あの、当日から翌日にかけて行われた共同通信の世論調査があったんですが、あの、ここで安倍さんの支持率 63.、63.3%という数字が出たんですね。高い。えー、で、これは、前の月を1.5%上回ったんです。あ、上がったんですかはい。で、さらに<ぁ>、えー、消費税率8%への引き上げについても、まあ、賛成が、 53%で反対が43%。これも賛成の方が上回ったんですね。で、やっぱこれ、国会議員の人たちから見れば驚きで、その税金を上げるっていうことについて賛成が上回るっていうのはちょっともう聞いたことがないという声があちこちから上がってます。えー、で、やっぱりこれは。そうなんですね。<ー>やっぱりそのオリンピック招致の成功っていうところで、国民のムードがやっぱり大きく変わってるんじゃないかというふうな声が上がってます。えー、はい、そうです かあただあの、国の中だけじゃなく、これは海外にも配信されたわけで。そうですね、ね<え>あのー、これ、まああの、実はアベノミクスというのは、今まで海外からは結構評価が高かったんですよね、うようやく日本が動きだしたみたいな論調が多かったんですけれども、はい、あの、うん 実はその海外の反応が今、ちょっと実は厳しいことになってるようで。変わってきたんですってはい。あのー、例えばアメリカの新聞で、ウォールストリートジャーナルというのがあるんですが、はい、ここはその、消費増税に邪魔されるアベノミクスという社説を発表したんですね。うん、で、中で書いてあることがなかなか厳しくて、うんうん、安倍総理はこれまでの総理と同じように、財務官僚の囚人だということを露呈させたと。財務省に囚われている身だと。とらわれている。はい。 なんでそんなこと言うかというと、まあ、日本経済は今、一見、勢いを増しているようなんだけども、デフレは克服されていませんと、うん、労働者の賃金も下がってますと、増税と同時に発表された経済対策についても、いや、結局、公共事業じゃないかと、でこういう公共の支出っていうのは、過去20年ずっとやってきたけど、成果が上がってないんだよと、ばっさり切り捨ててるんですね。はい で、さらに、イギリスのフィナンシャルタイムズという、これも新聞ですが、ここも批判をしていまして、<ー>あの、消費税の引き上げは、安倍政権最初の政策エラーになるだろうと。あ、大きな過ちになるだろうってミスだろうということを言ってるんですね。で、なぜかというと、あの、安倍総理は家庭の購買力に大打撃を加えるだろうと。物を買う気なくすだろうって話ですね、皆さん。個人消費が落ち込むというふうに見てるんですね。 で、日本のその、まあ、エスタブリッシュ、まあ、支配してる人と言うんでしょうかね。はい、エスタブリッシュは、アベノミクスに全財産をかけてると。そこに代案はないようですと。まあ、かなり冷ややかなんですよね。もうみんな、アベノミクス、 にかけてる状態で他にもうなんか考える余地がないような状況に日本がなってるというふうに言ってるんですね。さらに言うと、これまで日本にずっと早く消費税を上げろ、上げろと言い続けてきた IMF というのがありますね。その国際通貨基金なんですけども、この IMF という組織でさえも、その消費税増税に対して、いや、一部の、うちの一部の人たちは日本経済に悪影響を及ぼすことを懸念してるっていうリポートを出してるんですね。その今まで上げろ、上げろって言ってきた 国際機関ですら言うてると。<laughs> はあ、うん。な、なんでこうなるかっていうと、やっぱりその、デフレ脱却というところがちょっと怪しいんですよね。うん、あのー、こうデフレ脱却か、したかどうかっていうところ、まあ、デフレ脱却しないと税金上げませんというふうに今まで説明がされてきたんですけども、うん、この、実際それをじゃどうやって測るかっていうと、ここで消費者物価指数というのがあるんですね。はい、で、その、まあ、物の値段、世間で売られてる物の値段を表す数値なんですけども、まあ、その中で、 ま、コアコア CPI という数値が、ま、ちょっと専門的ですが、ありまして、で、これをその政府はデフレ脱却したかどうかの判断に使うとしてきたんですね。で、その、要はこれが上がれば物の値段が上がってると。物の値段が上がってるってことはちょっと景気も良くなってきてるだろうみたいな、ま、ざっくりとそういう数値なんですが、この数値は実はまだ低いままなんです。マイナスのままなんですけ、ね、ど、マイナス0.1%という数字でギリギリ、まだ前年を下回ってる状態だと。で、加えて、あの、 賃金が上がってきたという話もなかなか聞かないですよね。ね<ー>ということで、まだデフレ脱却はまだまだ先になるというのが、まあ数字を客観的に見たらそうじゃないかというのが、この海外の新聞の人たちが言ってるわけですよね。うー,うーん。で、まあ海外からの視線がこうやって厳しいということは、 イコール日本の株価はなかなか上がらないということにこれはなりますから。海外の投資家が買うんですもんね。そうですね。主にあの株価を左右するのは海外の投資家だと言われてますから。ということは、まあ今はどうもあれオリンピックもあって追い風が吹いてる安倍総理なんですけども、これがどこまで維持できるかということですよね。で、まあこちらではやっぱりその今後賃金ですよね。働く方の賃金が上がってくるかどうかが、その左右するポイントになるだろうと。そういうふうな ことが言われてますなるほど。東京報道の神崎智弘記者でした。はい、ご苦労様でした。今日のテーマは4月から消費税引き上げ。皆さんどうしますこれでございます。えー、この問題にお詳しいお客様今日来てくださいました。 一般財団法人アジア太平洋研究所研究統括の江南大学教授でもいらっしゃいます、稲田義久さんです。どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。ますあの、もうズバリ伺いますけど、この時期にですね、このような形で消費税率を5%から8%に4月上げるという話について、稲田さんは賛成なんですか反対なんでしょうか あの、私はですね、原則としてはですね、反対なんです。はい。原則反対とおっしゃる。はい、あの、理由はですね、えー、あの、成長戦略でですね、暮らしを良くしていくべきなのに、うん、先ほどから話も出てますようにですね、あまり議論がされなかった。はい。ということですよね。うん、その影響とかについてはですね、あまり議論されなかった。えー、でそういう意味では、 あの安倍さんというのは、もともと私は成長論者というふうに思ってるんですけど、うん、おいわゆる上げしよう路線派ですよね、うん、そういう意味で、それはあ所得を上げて、そして税収を上げてという形になってますから、うん、あのその筋からいけば、一応原則、私はあの反対というふうに見てます。 なるほど。はい、その影響がどうなるかっていうところが非常に大きいっていうことですよね。はい、あの早速ね、稲田さん、はい、ラジオのリスナーの方からも続々と声が。 届いているんですよ。はい、ま、このまま消費税上げていったら暮らしはどうなんのというところで、はい、えー、ラジオネーム神もホットケ算さんっていう方なんですけど、はい、私が見る限り今でも物が売れてません。うん、半額セールになっても売れないものは売れません。はい、本当その通りだと私も思いますけど、はい、これで消費税増税になったら全く物売れなくなって日本の経済がダウンすると思いますよって、この物売れなくなるんちゃうのって、これで どうう。でしょうそうですね、あの私ども、一応経済学者は、ですね。はい、あの平均って言いますか、うん、まああの経済全体でこうまあ見るわけですね、だから当然、うん、そのいわば低所得者の行動とか、それからあの高所得者の行動もですね、うん、見るわけですけど、うん、基本的に例えば、 あいろんなシンクタンクからですね、あの、うん、まあ、あの、家計調査データに基づいてですね、うん、所得が違うところに一律税、税金をかけた場合ですね、はい、で増税と物価上昇率大体2%と言われてるんですけれど、うんうん、大体年収500万の4人家族でですね、約18万の負担増になると言われてます。ちょっと待ってくださいよ。うんはい、年収500万円ある4人家族で、はいはいで 年に、はい、今まで使えるお金より18万減ってしまうという意味ですね、はい。そういうことです。18万そうですね。まあ、ボーナスにね、近い金額だとね。はい、ですから基本的にはですね、貯蓄の取り崩しということにならざるを得ない,いう、うんそう。貯蓄をね、ね取り崩せる人はまだしもですよ。はい、そんなもんあらへんがなと。うん、取り崩すもんもあらへんがなっておっしゃる方だっていっぱいいるわけで。そうですね。そうしたらし、まあ、多くの人は、 とにかく、もの買わんとこってなるん違いますもん。えー、あのー、消費税の一般的な影響を考えますとですね、はい、あのー、消費税、えー、っていうのは、要するに、ある日突如、物の値段が分かるわけですね。それ分かってると、そうしますと、みんなどうするかと言ったら、その上がる前にまず買っちゃうわけですね。まあ、買えるものは買うかと。で,、ねでえー、そして、えー、あとはちょっと置いておくと。で、しばらくしてからまたっていうとこなんですが、うん、そういう意味では あの、もののですね、支出のパターンって言いますか、こう、いつ買うそのパターンだけの変化なんですけれど、うん、ところは、あの、消費税増税の場合には物価が上がりますから、うん、所得は2%分目減りするということですよね。うん、<び>え,え賃金がそのままであれば、物価が2%上がる方向に向けられてるわけだから、ほっといても賃金は2%下がったような状態に書きはなるわけです、はい。そういうことですね。はあ。ですから、あの、例えば、 低所得者とかですね。はい。それから年金受給者にとっては非常に厳しいですね。いや、63歳の主婦さんっていう方もね、私、年金暮らしです。はい。据え置いた年金が減り。はい。これ10月1日からも実際年金減ったんですよね。そうですね。で、1%の前のインフレ分ということになりますよね。もう減ったんですよ。はい。で、消費税増税で、値上げが、相次ぎ。はい。 ど、ど、どうしますね。今でも貯金を取り崩してるんです。それを切り詰めなければ生活できないって言われたら、どないするんですかと。その社会保障にどれだけ回せるかっていうのが見えてこない中では、はいはい、そらものを買いませんよ、商標落ち込むと思いますというご意見なんですよ。はい。あのー、今、あのー、先ほどの おニュースニュースと言いますが解説にもありましたよう、ね、に、はい、意外とあの今回の消費増税に対してですね、うん、あの賛成している人っての、ね、は多いんですよねなんでですかね、うん、それはですね、はい、多分ですね皆さんやっぱり社会保障に関して非常にですねあの。はい 不安を持って、これが持続く可能かどうかとかで、ね、うん、不安を持ってますからすか、まあ年金がどんどん減らされるんじゃないかと。うん、ですから、あのしゃアないなっていう風な感じなんですよね。それ多いでしょうね、うんうん、平野さん。で,すね、でもほんまにそれで年金は安心なんです。いやまあとてもそんな状況ではないですよね。どんどん増えていくわけですから、これから、ね、何兆円単位と増えていくわけですから、今回も。 あのまあ、平成あの2014年度の,、うん、その消費増税によるあのお金はですね、うん、4.6兆円、これ見込めるんですけども、はい、あの本当は、ね、もうちょっと。あの 経過措置があって、そのぐらいしかならないんですけど。うんまあ、8兆円ですよね、うん、本当のそれは平年度ですね。今年はまあ5兆円、うん、兆円まあ今はすぐなので,はい、はい、で入ってきません。はいはい、まあ消費税増税で5兆円税収上がるだろうと、まずいわれてます、うんほ。ほとんど穴埋め状態なんですよね。いわゆるその国の借金の穴埋めでしかないんだ、うん、あの国が負担する2分の1の,その基礎年金の財源不足をですね、はい、うん、このお金によってあの穴埋めすると。 これがもう大半使われてしまうんですよ。はい、だから新しい社会保障のためのお金っていうのは、もうわずかもう、1兆円切って5千円、五千億円ぐらいしかないんですよ。で、何に使うかというと、その子育て支援とかですね、低所得者層の、うん、まあ、軽減ですよね。国民保険の軽減。うん、こういうものに使われるんですけども、あの、増税する分に、あの、ね、応じて、そのまま、はい、 社会保障の見返りがあるのかというと、今言ったように、ほとんどもう穴埋めに使われると。そうですね。しかもこれからどん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 、社会保障費が増えていくと。えー、とても。もちょっと前に100年安心って言いましたよ、えー、政府は。言いましたですね。年金は100年安心ですって言ってたのに。えー、まあ、誰も信用してない。誰も信用してないし、うん、もう今でも、言ったらもう日の車っていうところに、ちょっとはまあ、あの、それに足しになるけど、はいはい、これでじゃあ、 年金安心なんていうことでは全くないわけですか。それで問題なのは、またこの、この支出をしなくていいお金を、今度は景気対策に増すとか言い出してるわけですよね。景気対策も5兆円と。5兆円とりあえず来年税収増えるけど、その、その、ま、同じお金とは言いませんけど、その一方で5兆円、また景気対策移って、何の意味があるんだってあの、五引五ではその、ま、ゼロです。ゼロです味でか。 あの5兆円の方の支出っていうのはです、ね、これはまあ、単年度でということになるんでしょうけれどうん、うん、本来、こういう危機的な財政状況の時にですね、に、うん、補正予算っていうのはです、ね、うん、組むべきでではないですよね、うんうん、補正予算の話というのは、どういうことなんですか。 あのこ,れはこの方ね、えっ、ー、と、明石台さんっていうラジオネームの方なんですよ、うんえー、補正予算を組む資金があんねやったら、増税する必要ありませんやんっておっしゃっておりますが。です、素直な反応ですよね、うん、そう思いますよね。ね、はい、結局、経済対策に補正予算を組まなきゃいけなくなる、組めるお金あなたなんでお金もともと取るのという話ですね。あの 我々もその、ずっと、私は景気予測をずっとやって、リアルタイムで景気を見てるんですけど、今年の初めぐらいからですね、景気の反転してきたわけなんですね。そうい、ん、う意味では、うんうん あの補正予算、あの、危機器をあおってですね、はい、補正予算が必要だということは、僕はないと思うんですね。はい、で自律的にこう反転してきてると。うん、ですから、そういうとき、仮に使うんだったら、はい、もっとメッセージ性のあるとかですね、はい、こう非常にセレクティブに、はい、あの今、日本にとって何が必要かとですねそういうところに投資すべきであってですね、またぞろ。 公共投資っていいうのははですねそれはおかしいというう、うん、今言われてるのは、ね、例えば、五輪のそのインフラ投資とか、そんなんまで入ってる。<laughs> そうですね。<の><の>え、そんなん入ってんですか、うん、もう言われてるのはね。増税の分から、いろいろ使っていく、えーえー、そのお金で。はいね なんでオリンピックと関係ありますのあの、まあ、あの、まああの、先行してということなんでしょうけれども、うんはあ、こそっと入ってきてますよね。うん、<う>いや、知らんうちに、これは、あの、言うときますけど、社会保障を充実させるために、致し方ない増税だというふうにもともとあれでしたよね、民主党政権の時に、税と、あ、ちゃあ、なんで、社会,社会保障と、障と税の一体化へ一体でしょ 社会保障も用なるはずでしょ、そっちは用ならんと、借金の穴埋めで、もう必死で、税金上がることだけは一本立ちしちゃったんですね別論議ということを言ってますけど、お金にはよく言いますけど、色がついてませんので、一緒ですよね、国家予算の中では結局ですね、両立という場合ですね、やっぱり税収どう上げる 所得に関してて税税率かけて税金決まりまりすよね、うんはい、でそこで所得がぐっと伸びる、すなわち成長戦略で、えー、所得が伸びれば税収も伸びると、うん、それでうまくいくわけですね。うん、で、えー、一方、まあ、社会保障は放っといても年、ね、1兆円ぐらいの形でどんどん伸びていきますよね、うん、社会保障にいるお金が年1兆増えるのが今の高齢化社会ですかす、ね、で例えば、アメリカのです、ね、クリントン政権の時代、うん、90年代半ばっていうのはですね、うんうんうん あの成長戦略に成功したんですね、あ,<ー>あの時ずっと何十年にわたって赤字がですね黒字に変わりました、安倍さんはそこはよく知ってるはずなんです、うんうん、だから成長が一番大事なんだということなんですね、だから、うん、あの成長することによって所得を上げていく、そしてそのためにやっぱり投資が必要だという ある種の好循環を想定してるんですけど、うん、まあなかなか今のところうまくいってない。これからだということですね、うん。具体的なその成長産業のイメージが打ち出してないですよね、はい。そうですね。割とバラバラ、あれもこれもあれもこれもっていう感じですね。えー、で私、成長戦略を考えるときのキーワードというのは、 ある意味では、よく ICT と言いますね、うん、IT ですよね、うん、あの人口が減少化していく中で、基本的に成長率を上げるというのは、やっぱりうまく ICT を使う。うんうん、それとやっぱり ヒューマンキャピタルといいますか人的資本ですね、うん、人間のやっぱり我々の学生もそうですけど、うん、それのですねクオリティを上げる、うん、こういうことを通じてそういうところに投資することによってですね成長全体が底上げになっていくという意味でやっぱり投資をするところを少し間違ってるんではないかというふうに思いますうんどこにちゃんと投資するべきか、はい、もっと、まあ、国の未来を見せろってことかもしれな、はいですし。 例えば震災の現場に行きますとですね、はい、あそこで何が不定してるかというと、マネージャーであるとか、いろんな得意な能,能力を持った人とかですね、うん、公務員ずいぶんなくなりましたですね。うん、ああいう専門の技能を持った人,人材が今。そういうことなんですものすごく足りないんですよね。ううはい、で、<ー>そういうところに、えっ、ー、と、投資をしてある。そういうところを伸ばすような。それとイノベーションを伸ばすようなとかですね。うん、はっきりメッセージ性を出せばいいわけですね。うんうん、えー、それなのに、 そうですね。オリンピックのどうの頃とか、まあ、オリンピックは今、チャンスだから、何度も入れちゃう。なりますよねそうなってしまいますよね。あの、本当は安倍さんが描いてるのは、さっき稲田さんおっしゃったみたいに、あの、企業が、ここにお金つぎ込もうと思って、で、国も後押ししてくれるだろうと思って、まあ、本当はそこに、あの、投資をしていく。な、もう人がそこで雇用が広がる。賃金も上がる。そうそう、そういうであの、普通の人がみんなお金を使う。 気になる。で、税収が上がる。これが夢でしょ。そこですやん。そんなに賃金が上がるんですかというところ、多くの方が、あのリスナーの方も聞いていらっしゃるんですよ。どうなんですか、これは、今のところ、賃金上がった話聞いてませんというお声をいただいております具体的にですね賃金のデータ見ますとね、大体皆さん、イメージわかってると思うんですけれど、 あのバブル崩壊以降、ですねほとんど上がってない、ないしは横ばいなんですね、うん、例えば、うん、あの最近の例でいきますと、今、あの今年は8月までデータあるんですね、えー、そのうちですね前年比上がったのは2か月で、あと6か月は前年比下がってるんです。 でその上がった2か月もボーナス好きなんで、あの水野さん、ご承知のように、われわれの給料っていうのは、ボーナスとそれ以外ですね、ベースでいいです。はい、で、今、企業はベースはほとんど上げないですね、で上がるような状況だから、ボーナスで、えー、対応していくと、だから、まあ、これから今後予想されるのは、ボーナスがです、ね、上がっていこうというふうなところはありますけれどこれは先ほど言われましたね、 あの、本当に好循環に、程遠いですよね。だって、ボーナスない方がものすごく増えてますよ。はい、ボーナスがない立場で働いてる方が。そうですね。増えてません。基本的に、あの、なぜ賃金下がっていくかというのは、うん、これ皆さんご存知だと思うんですけど、うんはい、要するに。 あの、いわゆる、あの、正規労働者の上とはずっと減ってます。すね、パートさんの上とは、うん、あ上がってます。パートさんの賃金平均的に低いですから、ね、それが増えます。一人当たりの賃金って平均的にずっと下がりますね。うん、だからこういう現象なんですね。うん、ですから、にあ日本人一人当たりに直すとですね、やっぱり賃金っていうのはずっと下がってるから、せいぜいよくて横ばい。それをこう反転させるということなんですけれど、うん、先ほどおっしゃったように、消費税率で物価、 上がりますよね。はい、で、上がった時に、例えば2%に対応して2%賃金上がるかということはないですね。なんでないですやん。い、はあ、でそういう意味でですね、えー、あの、おそらくですね、えっ、ー、と、来年の、あの、4月に増税されますね。それから2015年の12月に一応まあ考えられてますよね。10%ですね。はい。2ポイント上がりますから10%になります、はい、そうしますと、あの、通常1年間、前年同月比で見ていったらですね、1年間まあ、うん あの、消費増税の影響が出るわけで、で、その次から行くんですか、さらにまた今度増税ありますから、はい、この2年、3年っていうのはなかなか実質の賃金上がらない、うん、いうふうになりますね。ということは先ほど言いましたように、まあ、あの、貯蓄の取り崩しっていうのは平均的な見たところなんでしょうね。賃金上がらなかったら、うん、税収は、 下がりませんかそうですね、それとね、もう一つ注意しなければいけないのは、例えば、関西を見ていきますとね、意外と大阪の賃金の伸びっていうのは、全国平均はかなり低いんです大阪は低いんですか。ですから、消費増税が来た場合には、そこの激変緩和措置ですよね、激変といいます大きな変化に対してどう対処していく、そういうところがですね、非常に重要になってくる。 そういう形ですっと見ましたけれど次回はかなりハードルはあの税あの税率上げるの、ハードルは非常に高くなると思いますね。うん、だからそういうあ、いわゆるですね、複数税率言いますね、うん、あの食料品であるとか、うん、そういうところ、とかはね、ううねもう消費税かけないとか、安くするとか、そういう話も今回、吹っ飛んで8、8%には上がるということになりました。ででねあのななんで給料が上が上らいいかっていうところは今回 とっても大切なとこだと思うんですよ。はいはい、安倍さんは、あの、企業にどんどん優遇の措置をすれば、はいはい、企業が元気になって、はい、そして給料上げてくれるんだって言うわけでしょそんな、企業にしたら別の話ですわと。はいはい 言うありますやん、はい、ここのところ、どうなんでしょうか、えーあのー、ですから、今まで、ああの海外の例もそうですけど、はい、国があんまりその民間に介入した場合ああの、あまりうまくいかないというのは、大体歴史がです。給料上げてくれも上がりませんう多少上がると思いますけれど、はい、過度に介、えー、入っていうのは、ですねあまりいい結果ではないわけですね。<ー>ということは、やっぱり企業がですね本当にあの成長戦略で、 これでいけそうというふうに思ったら、ほっといてもどんどん投資します企業はね。だからそれを描かないとだめなんですよ。それは今は期待できるのは、本当に一部のね、輸出、あの、円安効果によって儲けてる会社ぐらいですよね、期待できるだから、あの、この20年間、なんでデフレでですね、苦しんできたかというとですね、あの、やっぱりですね、日本はある意味で、付加価値の高いものをですね、作り上げるのにですね、失敗してきたということなんですね。 例えばあのあの、e あの、EU と米国と日本と比べますと、例えばあー EU もアメリカも賃金というのは右肩上がりです。うん、日本だけが右肩下がり、ずーっと右肩下がり。うんうん、で、えー、そこで,です、ね、生産性はそこそこ上がってるんですよ。うんうん、で、こういうことが起こるということは、うん、日本はですね、なかなか。うん あの付加価値の高いものを作ることに失敗してきたということなんでしょうね、あの申し訳ないですけど、私、ずっとね、どなんでやねんと思ってるのはね、企業がお金をため込んでますやん、ね、あの小泉さんの時だって、ものすごい長い景気、良かったんでしょ、あれ、戦後最長かなんか、そう内部留保っていうんですか、ものすごい貯めてるっていう、それを賃金に回してくれたらよろしいんや。 <laughs> あの、ちょっと、最近の、あの、発表されたですね、はあ、4、6月期のですね、あの、法人企業統計があるんですけれど、 あの全業種でですね、あの経常利益ですね。これ二十兆円です。で前年前年度おきして三十パーセント増えてます。三十パーセント何が増えてますか？利益？経常利益が。経常利益三十パーセント。円安の影響。株なんかこれ大きいですよ。でこれにですね。株が儲かってるんですか？ええ減価償却が加えますよね。内部利益は非常に大きい。でもこれが動かないいうところが問題なんです。内部利益何百兆円とか持ってるんでしょ？企業全体で。 ほんで、それを賃金に今までやったら、昔の日本だったら回してたん違うんですか、はい、はい。あのね、それはだいぶ前なんですね。そういう循環がうまく回るのっていう、ね、安倍さんがおっしゃってるのは、その循環を取り戻しておっしゃってるけど、だいぶ前の話なわけですね。そうです、そういうことです。70年代であるとかですね、うん、8十年代、そ,<ー>そういう和春闘とかある、そういう時にはですね、歯が、はい、賃金、あの、物価があれば、賃金もこういうふうな感じで回ってきてたわけですね。うん、で今やっぱり、あの、どうしても、 自分の雇用を守るとなれば、労働者は非常に、あのー、そういう抑制的になりますよね。うん、雇用を守るためには。あそういうもう首にならへん。ためやったらそんな要求しませんと、うん。そうそうそう。そういうのがですね、やっぱりこの2年大きかったですよね。<ー>でも、あの、そういう意味で、あのー、かなりの成長に自信を持てることになればですね、うん、随分雰囲気も変わるということ、ね、う私の思案を言っていいですか <laughs> <ぞ>皆さんから笑われると思うんですけど、<laughs> ど<ぞ>私は内部留保に税金を。 多額にかける。あの、よく、理論的には、例えば貯蓄にですね、あの、税金をかけて炙り出すいいとこもあるんですが、で、あの、例えばもう少しですね、あの、そこに知恵を絞ったらいいと思いますね。どうやってこうどうやったら、例えば関西でしたらですね、あの、防災とかありますよね、あの、南海トラフの話ありますね。ああいうところにですね、企業にですね、そういうところを充実させなさいとかいう形で、そうした、そういう投資をやれば、少し、あの、控除しますとかですね、 ような形で前向きな形でのです、ね、投資、特に関西というのは、そういう震災関係とかで,ですね、うん、そういうところのいわゆる BCP とよく言うんですけれど、うん、ビジネスの活動がうまくいくような、そういう,う,いう前向きの投資をやればです、ね、うん、それ一つのアイデアだと思います安倍さんはあの、はい、法人税を下げよう、はい、下げようとして、国際競争力と言ってるんですけども。はいはいはい 日本の法人税がそんなに高いとは私は思わないんですけども、下げてほんじゃあよその国からに、あのそ,のそんなに投資がですね、日本に来るかというと、それはあんまりそんなに期待できないんじゃないかなという。あ,あの、平野さんの質問に対して私はね、えー、あの、半分イエスで半分ノー。そうですか。あの、うん 確かにです、ね、法人継取業を見ていた場合、日本は高いです、うん、アメリカもそう高いですけど、うん、あの今、企業をグローバル化してますから、うんその、基本的にはやっぱり税率、条件のいいところに行くという意味では、常にそんな誘因がありますね、うん、でそれからあの例えば大阪にこうインバウンドの投資といいますか、海外から投資してもらうときには、うん、そういったです、ね、ある意味での条件を整えるということが必要ですよね。うん だって日本の労働コストというのはアジアの諸国に比べてずっと高いでしょう、だからわざわざ日本にこれから来るのかなという、それはね、やっぱりわれわれ、関西自身がですね魅力のあるですね発信とか、そういう形をしないと、やっぱり座して、なんとかですよ、そうですねだから、価値があるのかどうかということですよね、その一方でね、今回、じゃあ、低所得者の人に何か痛みを和らげる措置をしましょうという。 たらですね。何かって言ったら一万円ちょ話ありますね。まあ一万あのねとてもね。これ私毎月一万円これあんのか全く二回ですよねなめとんのかとう舐めとんかってあの声をいろいろとか聞きますが、私のシングタンクで昔ですね麻生さんの時のいわゆるその定額給付のアンケートやったんですね。そうそうですね八割が全部貯蓄に回ります。 8割ちょっちく。いや、そらそうですよ。それと意外に面白いのはですね、<ー>高所得者ほど使うんです。うん、というのは、うん、高所得者にとって一万ほんとこう入った金になるんですね。うん、低額、あの、所得の低い人はもう常にローン借金抱えてますから、うん、全部こう回ります、ねうん、そんな感じ。だからその時は、所得制限を設けるもしない方がいいとこういうふうに言われん、ね、うんするね。だからいずれにしても8割ですから、うん、あの、あんまり、 そうですね、それよりもっと考えなきゃけのは、やっぱり軽減税率ですよね、食料品とかね、そういう運これは例えば公明党なんかでも今、だいぶ議論してますね。で、これはもっとやっぱり早くやっと8%の時やる話だったですよね、当初はね。皆さん、3党合意で5という形になってきたときに、ちゃんとケアをするというふうな、やっぱり準備が必要だという意味で。 あのややあの激変が起こった時にですね、うん、先ほどの IMF の話とか、いろいろ出てきましたけど、うん、あの IMF でも、ですね、うん、その激変の変化を心配してるわけですよね、うん、だからそういう意味で、えー、私は次の消費税っていうのは、仮に増税とする場合にかなりハードルが高いし、うんで、かつまたそこをきっちり議論しない。 うん、そんな意味では、もう高い税金を払わされたぐらいに思わんとしゃないんじゃないですかね。ういや、しゃあないな、どうあ、どうますか <laughs> 私のネーム、桃色小町さんはですね、うんはい、これってお金持ちに負担がかかる仕組みにできないんですかお金持ちと貧乏な人との差がこれじゃ開くばっかりちゃいますか、うん、これだからまあ所得税の、やっぱり、<う>あの、高額所得者への課税がもっと、はいはい、あの、 重税にすべきという議論がありますよね。ありますね。うん、あの、その時ですね、一つの問題がありましてね。うん、あの、ある意味では類心税っていうのはそれは理想的なんですが、うん、じゃあその時の所得をどう把握するかというとこで、うん、結構、正確性に欠けるとこあるんですね。うん、そういう意味では消費税っていうのは、とにかく使った人に税金がかかります。ただ悪い、そういう意味では透明性があるんですね。うん、ただ 残念なことにですね、低い所得の人でも同じ税金かかる、りでうん、で高い税金の人でもあ所得の人でも同じ税金かかりますから、えー、そういう意味では格差は広がるわけです、ね、ますます広がってね、日本がどんな国になるのかですから、先ほど言われましたように、えー、軽減税とか、そういうのは真剣に考えられるべきなんですよ、ねうん、あのラジオネーム、よっちゃんはですね、はい、上がって困ったことになるっていう話は山ほどあるんですけど、逆に消費税上がってよかったっていう話ってあるんですか 難しいですね、でも、<laughs> あのその時僕はこんなふうに思うんですね、本当にあのなかなかこう議論がうまくいかない中でこうこう決まっていきましたけれどそこで旗とやっぱり気が付くわけですねあの、そういう意味であの、今後の我々のその将来のことであるとか、 持続可能な社会保障とか、そういうところにですねやっぱり注意喚起していくとか、われは真剣に考えるという意味、そのぐらいの意味しか、まあ、見出せないですよね <laughs> あの。いろんなことが分かってきました、うん、アジア太平洋研究所研究統括、湖南大学教授、稲田義久さん、どうもありがとうございましたありがとうございましたでは、今日のニュースをおお伝えしししまますす千葉さんよろしくお願いします、はいはお伝えします。 アメリカ政府は3日、オバマ大統領が政府機関の一部が閉鎖されている問題の対応に専念するため、今月6日から予定していたインドネシアとブルネイの訪問を中止すると発表しました。はい、オバマ大統領はインドネシアで行われる APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議や TPP 環太平洋パートナーシップ協定の首脳会合を欠席します。 アメリカでは議会で2014会計年度の暫定予算を可決できていないことを受けて、政府機関の一部が新年度の今月1日から閉鎖されています。えー、実はアメリカでは今月半ばに連邦議会による連邦債務の上限の引き上げ期限というものも迫っておりまして、はい、もしこの引き上げに失敗すれば、アメリカ政府のデフォルト、債務不履行ということになってしまいまして、 世界経済に大きな打撃を与える可能性があります。はい、もしデフォルトが起こればアメリカの歴史上初めてということになるんだそうで、えー、事態の長期化が誤れる中、オバマ大統領は正常化に向けて対応に専念する必要があると判断をしております。はい しかし TPP 交渉の年内妥結を最も強く主張してきた主役であるオバマ大統領の欠席が決まったことで年内の交渉妥結は大きく遠のく事態となっております。次です。東京電力福島第一原発で試運転中の汚染水処理施設アルプスで今朝異常を知らせる警報が鳴り運転が停止しました。 東京電力の発表によりますと、異常を知らせる警報が鳴ったのは午前6時半過ぎで、これまでのところ汚染水の漏えいなどは確認されていません。そして停止からおよそ12時間後の今日午後6時半頃から汚染水処理を再開しました。東京電力は停止の原因について設備の異常ではなく、システムの設定に、システムの設定に問題があったためと説明しています。 アルプスは先月27日、およそ1ヶ月半ぶりに試運転を再開しましたが、タンクの中にゴムのパッドを置き忘れる作業ミスによって、汚染水の流れが止められてしまったために、その日のうちに運転を停止し、先月30日に運転を再開したばかりでした。はい、アルプスは汚染水から62種類の放射性物質を取り除くことができるため、 政府や東京電力は汚染水対策の柱の一つに位置づけておりますけれども、ようやっと試運転ということはこれまでセシウム以外の放射性物質は取り除けていない、うん、ということです。ううで,す、ね、でちなみにですね、アルプスは3つ、三つの系統を実はあるんですよ。うん、で、そのうちの2つは汚染水を貯めるタンクに腐食が見つかっていて、今も試運転を止めている状況でして、うん、ようやっと1つ、 動かせるかどうかという状況なんですが、はい、えー、そしてこのアルプスが動いたとしても、トリチウムという物質は取り除けないことが分かっております。ですねはい、次です。日銀は今日の金融政策決定会合で国内の景気の現状判断は緩やかに回復しているとし、前回9月の表現から変更しませんでした。 またデフレ脱却と景気回復を目指して今年4月に導入した大規模な金融緩和を続けることを全員一致で決めました。日銀は先月の短観企業短期経済観測調査で企業の景気に対する受け止め方が改善し8月の消費者物価が去年の同じ月と比べて0.8%上昇したことから 日本経済がデフレ脱却に向けた道筋を着実にたどっているとみています。一方、来年4月に消費税の税率が8%に引き上げられることに関連し、日銀の黒田総裁は金融政策決定会合後の記者会見で、消費税増税に伴う経済対策について、成長率のかなりのプラス要因になると述べました。 大阪国税局の調査官による情報漏洩事件で税務調査の情報を国税局 OB の税理士に漏らした見返りに現金100万円を受け取ったとして大阪地検特捜部は調査官らを再逮捕しました贈賄容疑で再逮捕されたのは大阪国税局で大阪国税局 OB で税理士の細田隆史容疑者61歳で 西税務署の上席調査官だった平達夫容疑者43歳が過重収賄容疑で再逮捕されました。特捜部の調べによりますと平容疑者は細野容疑者の顧問先に税務調査に入るという情報を事前に漏らし、その見返りに細野容疑者の事務所内で現金およそ100万円を受け取った疑いが持たれています。調べに対して平容疑者は金を受け取ったことを認めているということです。 次は産地偽装です。三重県の米卸売業者が中国産の米や加工米を主食用の国産米と偽って収めていた問題で農林水産省はジャス法違反などで改善を指示し三重県警に刑事告発する方針を明らかにしました。この問題は三重県の米卸売業者三滝商事が国産の主食用の米と偽って 外国産の米や主食用にしてはいけない加工米を流通大手イオンなどの弁当用の米として収めていたものですイオンは西日本を中心におよそ670の店舗で国産米と表示して販売した弁当などの一部に中国産の米が混入していたと説明しています農水省によりますと三滝商事は少なくとも2010年10月から 4386トンの米に中国産とアメリカ産の米や加工米を混ぜ主食用の国産米として愛知県の食品加工業者などに販売していたということです。これは米の偽装としては過去最大だということです。はい、次です。水保銀行の暴力団関係者らへの融資をめぐる問題で この情報を知りながら放置していたのは当時の副藤取だったことが分かりましたみずほ銀行は複数の暴力団関係者らと多額の定型ローンの取引があることを知りながら2年以上放置していたとして先週金融庁から業務改善命令を受けましたみずほ銀行はこうした取引の情報を2010年の12月に把握していましたが当時のコンプライアンス担当の副藤取が 抜本的な対策を取らずにそのまま放置していたことが関係者への取材で分かりましたこの問題でみずほ銀行は今日記者会見し岡部俊嗣副頭取は反社会的勢力への融資に対して抜本的な措置を取らなかったことについて認識が甘かったなどと述べ謝罪しました、はい、JR 北海道でレールの異常が放置されていた問題で 国土交通省は今日、野島誠社長を呼び、乗客の安全のために車内で意思疎通を図り、運行の安全確認を徹底するよう、緊急の改善指示を出しました。文書を受け取った野島社長は、早急に対策に踏み切り、安全な鉄道の再構築に取り組んでいきますと述べました。国土交通省は先月、特別保安監査のため、JR 北海道の本社などに立ち入り調査を実施していて、 点検検記録などをを分分析しして事業改善命令の行政処分を下すすことも検討しますおしまいに大阪の府立高校の入学試験で採点ミスが相次いで発覚した問題で府の教育委員会は今日教職員352人を処分しましたほとんどの職員は厳重注意でしたが8人の生徒の合否判定に影響を及ぼした堺市の三原高校 大阪市の大手前高校など3つの高校の校長ら4人はより重い減給1ヶ月や戒告の懲戒処分となりました。昨年度まで泉高校の校長だった中原徹教育長も訓告処分の対象者ですが一度退職した扱いになっていて処分が及ばないことから中原教育長は本来受けるべき処分に相当する給与を 自ら返納する意向です、はい、ニュースは以上ですお天気のお知らせです千葉さんお願いしますはい。明日の近畿地方は全般に雨が降ったり止んだりの天気になるでしょう明日の近畿地方は全般に厚い雲に覆われ雨が降ったり止んだりするでしょう中部と南部では雷を伴うところもある見込みです大阪では明日の朝の最低気温は19度くらい 日中の最高気温は今日と同じ25度くらいでしょう。なお、台風23号の余波で、太平洋の沿岸はうねりを伴って波の高い状態が続くため、海のレジャーは注意が必要です。以上、お天気でした。平野さん、はい、消費税についての皆様のご意見はものすごい勢いがあります。すね、え多くのあの文言をですね、いっぱいあの、うん、書いてきてくださってる、うんえー、例えば、パタちゃん。 さんはですね、うん、生活保護を利用している私にとってはもう生きるか死ぬかの問題なんです。うんえー、3月に2080円下がって8月から1年8ヶ月の間に3回の引き下げですよと。うん、週2000円の食費を1500円、一週間ですよ。うん、食費を1500円にしてやりくりしてきましたが、もはや限界。 もうこの冬とてもじゃないけど暖房なんて使えません。お正月お雑煮いただけるでしょうか。息子の勤めてた会社が去年消費税が払えなくて倒産したんです。うん っておっしゃっています。今回もこう、転嫁できるかって悩んでる企業多いですよね。うん。うんバイコロジーさんはですね、うん、復興まだまだなのに、うん、企業の復興増税を1年前倒しで廃止すると。うん、ねえ。それ企業だけですからね、廃止するのは。で、個人から取るわけですが。はい、もう政治の世界では、あの大地震は忘れされられているに違いますか。うん あのまず取り組むべきあの最優先の課題が全くあの分かっていない経済政策ですよね、あの私あの、先ほどのニュースで日銀の総裁がです、ね、経済成長率のプラス要因になるという,うなこと言って、もうこれ、とんでもない、まあ、政権に迎合する中央銀行のトップと思えない発言だと思うんですよ。過去のあの消費増税の時にはですね あの景気がもう著しくダウンして零点一パーセント前後まで落ち込んだんですよね。一旦はあの消費税上がる前にみんな駆け込み消します。えー、その後冷え込みますよね。よ税収は落ち込むんです、ねえー。今回もおそらくそういうことになるだろうという。<ー>しかもねアベノミクスの副作用があって、はい、円安によるその輸入物価の高騰ですよね。ガソリンがもうどんどん高くなったいでしょう。はい、だからダブルパンチになる可能性あるんですよ。 だからまあこれ本当に思うように景気に回復しなかったらこまた追加緩和とか言ってまた国債増発というようなね話になってくるとさらなるその財政の圧迫につながると非常に危ういシナリオですよね今回あの企業のね復興特別法人税廃止してその穴埋め9000億円どこから持ってくるかさえ決まってませんか、ねはい、報道するラジオ皆様からの熱いご意見本当にどうもありがとうございました。